東京港区のマンションで男子高校生がシンドラー車製のエレベーターに挟まれ死亡した事故から10年が経ちました遺族たちは現場近くに献花台を設け改めて再発防止を訴えました。2006 6年月3日、 港区のマンションで都立高校2年の市川博介さんがエレベーターから降りようとしたところ扉が開いたまま突然上昇し体を挟まれて死亡しました事故の後国土交通省は新たに作るエレベーターに補助ブレーキをつけることを義務付けましたしかしそれ以前からある全国70万台のエレベーターは対策が十分に取られていません事故の裁判では 一審で保守管理会社の会長ら3人に有罪判決が言い渡されています。